さあブシトの戦国回し本日は「鎌倉殿の13人補足解説」「実朝の嫁取ると北条政則の死」「ノリ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 正則」「ダメだよふざけたら怒るんだから視聴者がふざけないで真面目にやってくれ」っても今まで何回も言われてんだからさふざけちゃダメだよねえ人が死んでんだよノリノリ正則じゃないんだよ本当に」いやー北条政則北条時政と。 牧、えー、の方の間の子供でございますけどもいや突突然死ぬんですよ、ね、突然死死ぬぬんんでですすよよね北条時政の後を継いで、まあ、もしかしたら二代目の執権はこの正則がやっていたかもしれないんですけどもまあそのね正則の死にはいろいろな、まあ、疑惑がありまして、えー、今回はですね、えー、この正則が死んだきっかけとなった源実朝の嫁取りですね、えー、どういう奥さんを迎えるのか、えー、どういうことがあって、えー、今日にねこの正則は いったのかっていうお話と正則の死についてですねいろいろと解説していきたいと思いますまあ、解説するといってもですねまあ、実際の歴史は、えー、この辺りわからないことも多いのでまあ、ある程度は、ね、考察というね感じになってしまうかもしれませんけども、まあ、ご了承くださいさあそれでは行きます。ょ三重友の嫁取りと北条正則の死についてでございます時は元旧元年1204年の8月、えー、源の頼家がですね おそらく北条義時の手のものによって殺されてからもうすぐの出来事でございますよりが死んですぐですね13歳の実朝は嫁さんを取るというね話になってきますまあだいぶ早い感じしますけどね数えとして13歳ですからね、まあ、今で言ったらもう小学校6年生とかね中学校1年生ぐらいでもう嫁さん取るかみたいな話されたらちょっと困惑しますけどね、えー、この13歳で実朝はね嫁取りするということになりましたでこの嫁取りの内談が行われたっていうことがですね東川浪にあるんですが最初のお嫁さん候補は そうね、京都の貴族の娘とかではなくて、坂東の御家人ですね。足利義兼の娘、だったというふうに、ね、東神の中に書いてあります。この足利義兼はですね、まあ、皆さんね、足利という名前はね、よく聞いたことあると思いますけども、そうです。源氏の一門ですね。まあ、坂東の武士。 とはいええー、源氏の血を引いている人間なのでまあ家柄はいいですよね家柄はいいんですけどもこの最初ね足利義会の娘にしようかなっていう話を三重自身が拒否したという風に東川見の中には書いています、まあ、実際ね三重にそんなねこの段階でまだ三重にそんな権限があるかどうかわかんないし三重自身がね、えー、足利のそんな娘なんてやだよなんてね言ってそれが通るのかちょっと微妙なところはあるのでまあこの嫁取りの内談は三重が えこう意思を示したというふうに吾妻川明は書いてありますけど、まあ、実際はね、えー、大人たたちちちのの思惑っっていうのはめちゃめゃゃ強かったんじゃなないいいかなという,ふうに思います、はいえー、じゃあなんでこのね足利義兼の、ね、源氏の一門ですよ源氏の血を引いてるね足利義経の娘が何でダメだったのかって言いますと、まあ、これもねちょっとおそらくになってしまうんですけども考察になってしまうんですがこの足利義経、えー、鎌倉殿の13人にはね全く出てきていませんけども、えー、この人の奥さんはですね 北条時子子と言われる政子の妹ですね、まあ、本名はわからないんだけど時子と、えー、彼で呼ばれています、はい、北条時子という時政の娘で、えー、政子の妹だけど、えー、牧の方の娘ではないよとだ政子と同じお母さんですね時政の前の奥さんとの間に生まれた、えー、娘と結婚したというふうに言われていてでその娘ですね足利義陰と北条時子の間に生まれた娘が最初実朝の嫁さん候補だったんじゃないかっていうふうに言われていますはい。 で,でも、ね、この時もう時政が執権としてブイブイ言わせて、ね、力を持ってる中でじゃあ時政の娘婿の、ね、足利義兼の,、ね、の娘だったら源氏の血も引いてるし時政の、ね、血も引いてるしちょうどいいじゃないか、ね、北条家の力も強くなりそうだしちょうどいいじゃないかって思うんですけどもこれに反対したのが牧野方なんじゃないかっていう,、ね、いうふうにも言われてるんですよね。なぜなら、えー、この北条時子っていうのは牧野方の産んだ子供ではないですから牧野方陸の、ねえー、血は入ってないわけですよ。だから自分のね えー、産んだ子供のだ自分の直系の孫じゃない娘は嫌だねしかもそのそれでさえともとこの吉金の娘が結婚すると今度は北条時子が力を持つ可能性が出てきますから時子と政子が、えー、力を持ってしまうと陸の立場、えー、牧野方の立場っていうのは弱くなってしまう可能性ありますよね。まあ、この頃は結構北条時政、えー、牧野方っていう派閥と、えー、北条政子北条義時っていう,こう派閥にね、えー、分かれている 段階なんですよねドラマの中だと、まあ、そこまで決別している感じはまだ見受けられませんけども、まあ、徐々にこの辺りの、えー、溝は深まっていってる段階なので牧野川としてはその政子と血の近いね、えー、時子の、えー、子供もが実朝の嫁になるっていうのは納得できなかったっていうところがあって牧が反対したのかもしれないといとうまあ,説があるわけですねし、はい、しかしまあそんなことは資料の中には一切書かれてませんので、まあ、これは妄想というかね、えー、あくまで仮説。 想像に過ぎませんが、まあ、マキの方の介入があったとしてもおかしくないのかなというふうに思います。というのもこの時マキの方は、えー、自分の娘たちをですね、次々と貴族にとがせているんですよね、まあ。ドラマの中に出てきているのだと平賀がトーマですね。まあ、彼ももともとは板東武士、ね、源氏の血を引いている武士なんだけど、京へ行ってまあ、ほぼ五車川院のまあ近親になってますから、もう貴族のような振る舞いをしてたわけですよね。で、京のその上皇とすごい密接に関わっているっていうね、そんな平賀がトーマ に自分の娘いで,るで他にも某門忠清っていう、えー、奥公家さんですねこの人もおそらく、えー、後鳥羽上皇の近親だと思いますボーモンタダキオってていいう人ののところに自分の娘もせる、まあ、そういうことがあったので牧野側としてもその京の方とのつながりを強くしたいもうそれまでの坂東武士は坂東武士でやってくぜみたいなそれまでの鎌倉殿のスタンスとは違っていやもっともっと、まあ、頼朝が晩年やろうとしましたけどねもっともっと朝廷と近づいて、えーこうね、貴族と力を合わせながら 自分の権力を確保たるものにしたいっていうのが牧野方にはあったんじゃないかなというふうに推測できるので、まあ、この実朝の嫁さんを今日の貴族の娘にしようっていう話は、えー、かなりね牧野方が介入していたんじゃないかというふうに推測できるわけです。で、えー、こねマキのね牧野方の娘婿にもなっているボーモンタ門忠清のお父さんボーモンノ門信清の娘だからボーモンタ門忠清の妹に当たるのかな、うん、ちょっとこの辺りねすごいちょっと家系図をね一応出しときますけどかなりだいぶ入り組んでますので。 ま、ちょっとね、理解するの難しいかもしれませんが、まあ、ざっくり言いますね。はい、このボーモン忠清の妹である、えー、ボーモン信清の娘。このさ、娘に名前がついてねえんだよ。まあ、あってとは思うんだけどね。でもやっぱ女性の名前ってこう資料にみんな書かないからさ、名前わかんないんですよ。ドラマの中では千代っていう名前が付けられてましたね。はい、なので仮で千代と呼ばせてもらいましょう。ボーモン信清の娘、千代が。 三重の奥さんになるといでこの千代はどういう血筋なのかというと、えー、その某門信清のね娘なので陰謹慎のも後鳥羽院と仲良くしている、まあ、苦行すごい立場の高い貴族の娘家柄めっちゃいいですよっていうのもあるししかもこう、ね、家系図を見ていくとですね血をたどってみると後鳥羽上皇のいとこにも当たりますしでさらに、えー、後鳥羽上皇の皇宮に、えーこうね、信清の娘また別の娘がいますので、えー、千代のお姉ちゃんが 後上皇の嫁さんにもやっぱ昔はまだ全然こういういとことかと結婚するみたいなのはね普通に当たり前にあることなんでまあ義時と、ね、八重さんもいとこ同士たっていうのはありましたけど全然あるのでだいぶねごっちゃごちゃになっちゃうんですけども、まあ、後鳥羽上皇の、えー、皇宮にこうね防護信雄の娘がいたというところで、えー、もう簡単に言うと後鳥羽上皇と実朝は、まあ、義理の兄弟になったというところですね。はい、後上皇ののお嫁さんの 妹と結婚したっていうことなんですよ。<う>まあ、このあたりはね、だいぶややこしいので、ええー、鎌倉殿の十三人ではあんま深くね、描かれないと思いますけど、えー、ホームページ見たところね、千代はええー、後鳥羽院の、えー、いとこというふうになってましたが、いとこであり、義理の妹でもあるっていうね。まあ、とにかく後鳥羽上皇とめちゃめちゃ、えー、血のつながりのね、近い女性だったということです。はい。なので、斎藤は上皇とすごい近しい人をお嫁さんにもらったということなんですね。はい。なので、えー、それまでの頼家はね、坂東武士のね、引きのね。 あの女の子を嫁にするのかとかね、えー、その源氏のね血を引いている人を嫁にするのか、みたいな話もありました。けども、もまあ、そういうのはもう離れて京都のね。朝廷とより結びつきを強くしていこうっていうのが、まあ、この辺りからね。見えてきますよね。はい、そしてそんな言葉上皇のいとこであり、義理の妹でもある。雅なねえー、女性を迎えに行くというところで鎌倉からお迎えに上がる上洛の武士たちの選定が行われました。で、この上洛の武士の選定はえ、斎藤も自ら。 やったようですね実朝が自ら自分の、ね、お嫁さんを迎えに行くんだからっていうので見栄えのいいものを選んだというふうに,東神の中に書かれています、ね、しっかり見栄えのいいものって書かれてるんでまあこの、ね、選別されたメンバーはみんなイケメンだったと思っていいかもしれませんね、まあ、当然当時の感覚ではあると思うんですが。でその筆頭が北条政則なわけですね。はい、時政の と陸の息子の正則、それから他には有機糖蜜もいますね。もうちょっとドラマの中ではね。登場しないのかもしれませんけども、まあ,あのカジュアかけた時、弾劾の時にね。活躍してましたよね。確かにちょっとなんかイケメンというかなんていうんですかね。ちょっとこう怪しい色気のある人でしたよね。有機糖蜜の役者さんはね。はい。有機糖蜜それから畠山重保まあ。畠山重忠もね。 吾妻川民の中とかに重忠がイケメンだったみたいなことが書かれてはいないけど、まあ、常にその、ね、上洛の時の先人とかを任されていますからおそらく重忠もね見栄えは良かったんだと思うんですよ。まあ、その息子ですから、ね、ちゃんと名前が出てるわけですね。畑山茂康で他には、えー、千葉の常秀これはあの千葉常谷さんのお孫さんとかですねほ、まあ、他にもたくさんいるんですけども、まあ、このようにですね、まあ、有名どころのまあおそらくイケメンだったんだろうなという人たちの名前が並んでいるわけです。こ、はい、こののりも、ね、面白いですねそしてこの えー、正則の見栄えに関してはちょっと読み方静谷衆であってんのか分かんないんですけど、えーまあ、古文書があるんですよ郷土資料というかね古文書があってでその中にですね小高き花影といいう、ねえー、表現ががされてるるころがあるらしいですちょっと僕もこれ原点当たったわけじゃないんで本当にそう書いてあるか分かんないんですけど静谷衆っていうねあんまり聞かない名前なんでちょっとこれは結構ね調べ出すともう時間が足りなくなってしまいそうなんですが静谷衆っていう古文書の中にも、えー、このね正則は まあ、小高家花影って、まあ、具体的な意味は分かんないけど、なんか高嶺の花みたいな、多分そういう意味だと思うんですよね。う多分すごいいい感じの、まあ、男前だったとね、いうふうに、まあ、記録が残っていますので、まあ、見栄えも良かったんでしょうね。うん、まあ、北条の時房もね、時房も、あの、見栄えがいいっていうことをね。あの、平の友康に言われたっていうことが、安妻神の中にね、書かれているように、まあ、北条一族って結構ね、男前だったのかもしれません。まあ、もしかしたら、そのね、吾妻神を編纂した北条氏のものが。 をするたたために、まあこうね、イケメンだったみたいな、ね、見栄えが良かったみたいな書いたのかもしれないですけど、まあ、でもわざわざ、ね、そんなところに見え張るとは思わないし、まあ、それだったら、ね、義時とか、ね、時政とかに関しても泰時とかに関してもね見栄えの良さが強調されて,てもいいと思うんでと思いますねと、はいまあ、にかく実朝は見栄えのいい人たちを選抜して京都へ送り出して私のね嫁さんを迎えに行ってきてくださいとね送り出したわけでございます。はいまあ、ここまでは えね、北条政典ですね牧の方や、ね、時政もね,、えー、もね順調にいっていたわけなんでございますけどもこの、えー、嫁取りのね上洛の時に政則が突然死んでしまうということになります。なんと去年16歳ですねはいなんと数え出し16歳で突然病死してしまうんですね。なんでそんな急に死んだのと話なんですが東川見を見ると、えー、道中病を得て えー、京で死去というふうに書かれていますなので京都に向かっている最中に体調を崩してしまって、えー、京都に着いた時に死んでしまったということですね、うん、でもちょっとそれもにしてもあまりに突然ですよねもともと持病がねあったとかなら分かるんですけどもまあそのようなねことは特に書かれてませんしねうんで三斎藤もなんかもうしょっちゅうまあ、重とももちろん将軍だから特別ってあると思うんですけど斎藤もなんかしょっちゅうねあの将軍家ご病気になりましたみたいなことが東川にちょこちょこ書かれてるんで斎藤ともとかがね普段からその ね、病弱な実朝とかが急に死ぬとかってわかるんですけども特にねそんなこともなくてしかも範囲もめちゃめちゃ高いので将来を熱望されてたこの正則が急に死んでしまうというのはだいぶ不自然なんですよね。で他にもいろいろ不自然な点があってこの正則が死んだと思われる時にですね死んだと思われる日にですね畠山重ね畠山重太の息子畠山重康と京にいた平賀斗正が口論をしたっていう記録があります。この口論ののの論論内容が何についての口論だったのか 詳しいことはちょっとわからないんですが、まあ、ちょっと不可解な事件が起きてるわけですねなんでこのタイミングでねそんな事件が起きているのか関係が、ね、ありそうですよね。で、えー、他にもですね正則はその後ですねあっさりと東山今日のね東山ってありますけどあの辺りに葬られたっていうことが鎌倉に知らせが届いたということがね東川民の中に書かれています。特になんかこう大々的なお葬式みたいなね、まあ、当時は葬式って言ったかちょっとわかんないけど仏事とかないわけですよ。めめちゃめちゃゃ高いですし 将来もね熱望されてたしかも北条の跡取りですから正則が死んだってなったらもうちょっとこうねなんか大々的な仏、うん、事とかをねやってそうな気がするんですけどもそういう描写も特になくあっさり、えーもうね、葬られました多分埋められちゃったのかなあっさりも、えー、死体が片付けられてるっていうところからちょっと怪しいぞというふうに言えるわけですね。で極めつけはこれでございます。明月期、ね度々ね、僕も名前出しますけどあの藤原の定家 えー、三重友のね歌のお師匠さんになった藤原の定家が書いた日記ですねその明月記の中にこんな記述があるんですよね来、えー、芸の武士、まあ、全部で20人ぐらいいたんですがその中の2人が死去したっていう記録があるわけですよ2人死んでるんですよねでその2人っていうのが1人が馬之助、えー、すなわち正則のことですはい正則はね、えー、様之助だったかなに任官されてるのでこれは、えー、1人は正則のことですでもう1人が、えー、兵衛の丞って書いてありますこれがちょっと誰か分かんないんですよね うん、兵衛の城が一体誰を指してるのかわかんないです。さっき名前を出した千葉、えー、常秀さんこの人ね兵衛の城なんだけど、まあこの人はまだ生きてますので、えー、千葉常秀さんのことではないみたいなんですが、まあそれ以外の誰か、えー、兵衛の城の官職をもらっていた人物が正則、えー、と一緒に死んでるんですよね。二人死んでるっていうのはだいぶ怪しいですよね。病気で突然二人ね同じタイミングで死ぬってちょっと不可思議ですよね。まあこういったところから正則は 暗暗殺殺さされれれたたのののでででははなないいかかととねね言わわてるわけです、ね、ちょっと不自然すぎるその詩はね不自然すぎるよと何か隠してることがあるんじゃないかというふうに、えー、研究者の間でも見られているというところがあるわけですね。はい、まあね当ね、あね明月期にねもっと詳しく書いてくれよと「来芸の武士二人死去」ってねななんで死んだの何が起きて死んだのか書いてよ藤原の定家さんってね思うんだけど、まあ、藤原の定家って やっぱすごい歌の天才なんだけどちょっとなんか人間性がねあんまり冷たいというかあの本当に下界に興味ないですみたいな人っぽいんですよね。まあ、僕も原点をしっかり読んだわけじゃないんですが、まあ、ちょこちょこ出てくるね記録とかを見てるともう本当になんかあのもう本当武士たちのやってることとかマジで興味ないですみたいな私はもう歌のことともう朝廷のことでもう頭いっぱいですから外の世界とかも知らんみたいなね。 なんかその今日でね疫病とかが流行ってね外でね人がいっぱい死んでるみたいな話があった時にそれをね心配して何とかしようとかね何とかしなくちゃいけないとか何か手はないものかちょっと祈祷しようとかねそういうことを考えるわけじゃなくて外でいっぱい人が死んでて「臭いっすわ」みたいなもう館の中臭いっすわみたいなことを記,あの記録に書いて日記に書いてるんですよ。何とかしなきゃいけないとかねそういうことないのでめちゃめちゃね外の世界に無関心な人っぽいんですよね。 だからまだこの来芸の武士、ね、2人が死んだってことを書いてくれただけでもはありがたっちゃありがたいんだけどもっとさ武士の世界に興味持ってこんな事件が起きたんだよって書いてくれてたら、ね、俺らはもっといろんなことは知れたのにいやーまあでもねやっぱ天才の歌人そういうね音楽家みたいな人はねやっぱ属性のことなんかどうでもいいのかもしれませんね。はい、ちょっと名月記もも、ね、面白そうだからちょっと、ね、読んんんでででみたたたいいなーなんて、ね、いうふうに思いました、まあ、ともあれすすね正則がが突然の死を迎えたんですが無事 このボウモウ信清の娘はですね鎌倉へ下校することができてまあ、その後え長らくですね三重友と,とは夫婦生活を送っていくということになりますはいまあ、三重友とこのね奥さんの、えー、関係というのはねあんまり ちょっとねピンとこないかもしれませんけども、結構二人はね仲良かったみたいなんですね。二人でよくデートしてるみたいな記、えー、述が阿武隈神にあったりしますので、まあ二人はね仲むつまじかったんじゃないかなと思います。まあただ、えー、三重友ともとね、えー、信濃の娘の間にはですね、えー、子供ができてませんので、まあそれがもちろんね鎌倉殿の、えー、鎌倉殿というか源氏ですね源氏の断絶に、えー、まあつながっていくということになるわけですね。はい、本日の話はここまででございます。いかがでしょうか。いやー面白いですね。うん、今回ちょっとマニアックな話になりましたけども。 この正成の死に関してもまだまだね研究が進めば新しいことがね分かってくるかもしれませんよね、うん、やっぱり古文書とかってまだ世に出ててなないいいものっていうのっうがたたくさんんあるみたいなんですよねこれはもう大事な家宝だから外には出しませんって言ってた人が亡くなった後に遺族が「の世の中のために出します」とか言ってね出してくれたりとかねいろいろそういうことがあったりとかあとは盗まれてしまったものとかも結構あるみたいなんでどっかからそのね超貴重な資料がポンと出てきてこのね歴史的な事件の真相が明らかになるってことは 後のね、台にも起きるかもしれませんので、まあ、こういうことをね、調べていくっていうのもね、非常に面白いですし。まあ、僕にはもう無理ですけど、ね、若い人たちはね、歴史を好きになって。研究者をね、志す人が増えてくれたりとかしたら、嬉しいななんていうふうにね、思いますね。はい。まあ、そんなちょっと個人の感想を交えて、今日の話ね、終わりたいと思います。何か質問やご意見ございましたら、コメント欄の方にコメントお願いいたします。話が面白いと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いするでござる。それでは、またお会いしましょう。さらばじゃ